こんばんは、松鳥チャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、鹿児島県薩摩川内市になるんですかね、の仙台駅前に来てます。結構ね、駅前イルミネーション、電飾が綺麗なんですけども、今日の日付ですね、2022年、2月14日月曜日ですね。時間はですね、午後6時半もうすぐ午後6時半って感じですね。これは駅位置っていう、薩摩仙台のお土産屋さんって感じですかね。で、ここからですね、少し歩いたところに、商店街があるんで、そこぐらいまでね、歩いていきたいと思います。薩摩仙台市は PCR 検査、ここで2300円でやってるんですね。抗原定性検査は1600円、なんか予約していかないとダメみたいなんですけど、これはゆるキャラですかね。もうちょっとしたかな。西口ですね。西口みたいで、薩摩仙台、この仙台駅は、肥薩おれんじ鉄道と JR 九州の駅なんですね。鹿児島本線と九州新幹線の在来線1時間2本で、新幹線もあんまり変わらないですかね。そしてこれが薩摩仙台市、これね、僕全然知らなかったんですけど、甑島っていうのがあるんですね。仙台駅からちょっと行ったところの港から高速船ターミナルがあるんですね。で、一回行ってみたいですね。なんか島もね、行きたいんですけど、もう島行くとね、結構それだけでね、かなり時間が必要になってくるんで、そのうちね、行きたいと思うんですけど。そしてこれが仙台駅がここですね。で、目指すところはですね、この大平橋、太平橋ですかね、この辺りをね、ちょっと目指していきたいと思います。ちょっとこっち歩いていきましょうか。なかなかいい時間帯じゃないですかね、この時間帯は。そしてプレミアムソフトクリーム、北海道生クリーム 100% 使用。この辺はあんまりソフトクリームとかを見かけないんですけど、やっぱり鹿児島っていえば白熊かき氷の
白肝がやっぱり有名なんですかね。でね、今回食べれなかったので、ちょっと次回またね食べれるようにちょっとしたいと思ってるんですけど、結構ね駅前ホテルが多くて、こっちはあんまりないんですかね。あそこに東急インがあったりね。そしてこれが仙台駅、多分九州新幹線が開通した時に駅舎を作ったんですかね。なんかそれぐらいの感じしますよね。そしてこれはの鳥追い船っていうんですかね。もう全然わかんないですね。なんか雰囲気的にはあっちの道を通った方がいいんですかね。ちょっと分かりましょうか。仙台駅を移しながら、横浜ぐらいまで行けたらいいですよね。この太平橋、太平橋っていいんですかね。ちょっと前を行く女の子は制服のスカートの下にジャージを履いてて、なんかめっちゃ懐かしいですよね。東京じゃあんまり見かけない感じです。スーパーホテルがあって、ちょっと分かりましょうかね。これね、右に行かないといけないんで。ちょっと振り返っておきましょうか。こんな感じです。ちょうど綺麗な時間帯ですよね、この時間帯。空がうっすら明るくて。
今日のね撮影はこれで、最後にしようと思っていて、でこの後ね出水市って合ってるんですかね、出る水って書いて、で出水市にね宿泊して、で明日出水市のね市内を歩いて撮影して、でまあ鹿児島空港にね戻っていって、でまあその途中の町でもねいろいろ撮影できたらなと思ってるんですけど、あここもなんかアーケードがあるんで行ってみましょうかね。商店街の名称とかが書いてないんで、なんていう商店街かわかんないんですけどね。もうほとんどシャッターが落ちて、渡りましょうかね。もうね、この国道沿いになるんですかね、そこに商店街があるんで、でここを焼き肉屋さん、3号線になるんですよね。これが仙台郵便局、ここは歩道に屋根のあるタイプの、なぜか葉っぱが、仙台は葉っぱですか、なんか鹿児島の どこからどこまでなんですか、ちょっとね指宿の辺になるんですかね、この辺は竜宮城伝説があるという感じみたいですけど、鹿児島の人はちょっと僕感じたんですけど、結構運転荒いんですよね。まあまあ怖いです。
からね。セレクトショップ2階のギャラリーで、はい、今そこから喋ってます。そうですね。そうじゃあ、なんか、多分この番組始まって以来 の、 メールの数だったんで、ちょっとびっくりしてるんですけど、 GKFM かなんかやってるんですかね。有線放送なのか。私さ、モンスターだけでなんか2人で喋ってるだけじゃないですか。まあまあ皆さん、そしてここもボートレースが盛んなんですかね。まあ、地域によってボートレース盛んなとこありますよね。結構車の通りが激しいんで、そこそこちょっと僕の話を聞き取りづらいかもしれないんですけど、ちょっとご容赦いただけたらで、ですね、ここにもアーケード商店街があるっぽいんで、そっち歩いてみましょうかね。広がる山形屋。なんて書いてるか。真下からだと読み取れないんですけど、ホッピー仙台プチモール、そして山形屋、鹿児島市内にも山形屋っていうデパートが、こっちはなんていうんですかね、百貨店、デパートあるんですかね。なんか見かけた記憶があるんですけど、そしてここでアーケード商店街は終わってるんですかね。短いですけど、こんな感じでプチモールって書いてますけど、これはラウンジ、こちら入居者募集で、もうちょっとそこ行くとスナックとかありそうなんですけど、もう少しこの太平橋モール、太平橋商店街なんですかね。ここは串事焼き肉、G 太平橋 G モール、G かはちょっと分からないんですけど、そしてこれは本館、鹿児島県は本館でしたっけ。島での人形が飾ってたりするんですけど、そして地域 FM なんかこの商店街だけで流れてる番組なのか、
ちょっとまあ、この番組で、と聞きながらあるでしょうか、ね。魔王、カッパ五代、仙台川嵐、焼酎ですかね、薩摩五代、薩摩五代っていう焼酎ですね、本格焼酎、作らなかった。いろいろ焼酎あるんですよね。僕全然焼酎飲まれないんで分からないんですけど、そしてこっちもね、商店街っぽい街灯があるんで、多分商店街だと思うんですけど、ちょっとこっちのアーケード歩いていきましょうか。思った以上にこの商店街が長くて、500メーターぐらいあるんですかね。じゃあこの台北バスのところまで歩いて撮影を終えたいと思うんですけども、大綱引き、長さ365メートル、直径35センチ、重さ5トン、9月22日、市街地で、すごいですねこれ。最近はちょっとコロナでやってないのかもしれないですけど、すごい。押し体でいいんですよね。これが攻撃隊が相手陣営に攻め込む攻撃な激闘の見ものです。なかなか荒っぽくて面白そうですけど、それだけちゃんと人が集まるのはすごいですよね。南口まで来たんですけども、ちょっとね、橋の辺まで歩いて撮影を終えるしたいんですけども、この放送ずっと流れてるんですけど、やっぱちょっと車がね、通りが激しいと全然聞き取れないですよね。
車通りが増えし、両側にある商店街って、車で来るのもやっぱりちょっと不便でしょうし、なかなか難しいところですよね。なんかいろんな商店街歩いてきてそう思いますよね。なかなか以前だったらねちょっと違うんでしょうけど、今はなかなかね難しいんじゃないかなと思います。と真っ暗ですよね。ではこの橋を行く車をね映しながらね撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございます。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。では、ありがとうございました。